コロンビア軍はアメリカ合衆国フロリダ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は67,531人であり、2000年の56,513人から19.5%増加した。軍庁所在地はレイクシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コロンビア軍はその全体でレイクシティ小都市圏を構成している。 コロンビア軍は1832年に設立された。軍名はアメリカ大陸を発見したクリストファー・コロンブスによっている。1958年、コロンビアアマチュアラジオ協会が結成された。これは世界中の人々と対話できる能力を享受するアマチュアラジオ運営者の集まりであり、現在も続いている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は801.04平方マイルであり、このうち陸地797.05平方マイル、水域は3.99平方マイルで、水域率は50%である。空港群内の主要空港はレークシティ市民空港である。他に民間の空港も存在している。主要高規格道路鉄道鉄道は3本が走っている。 感染は以前シーボードやライン鉄道が所有し、アムトラックのサンセットリミテッド号が運行されていた線を現在は CSX トランスポーテーションが所有しているものである。2005年にハリケーンカトリーナの被害を受けた後、サンセットリミテッド号の運行はニューオーリンズで止まっている。その時点までレイクシティ駅が唯一の実用駅だった。二つ目の線は、 ジョージア・サザンフロリダ鉄道が所有し、レイクシティから国道41号線に沿い、ハミルトン郡に抜けるものである。三つ目の線は、州道100号線に沿ってユニオン軍に向かっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コロンビア軍は、フロリダ州北中部にある軍と同様に、アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党候補に投票する傾向にあるが、州や軍レベルの選挙では保守派民主党候補を押すことがある。元コロンビア軍高校、現在は教育学区本部軍内の公共教育はコロンビア軍教育学区が管轄している。ありがとうございます。